どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を初めて見る方もいると思うので、ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきますと、僕は普段ミニマリズムなライフスタイルを送っています。なので、いかに持っているものを身軽にしていくか、いかに持っているものをコンパクトで小さくして軽くして身軽にしていくかっていうところにすごくまあ常にフォーカスをというか、まあそういうところを楽しんでるっていう感じですね。はい、そんな僕がですね、今回こちらを買いました。で、なんででっかくなってるじゃないですかみたいな感じがすると思うんですけども、今回の動画ではこの順番でシェアしていこうと思います。一つ目が iPad Pro から iMac にメインマシンを切り替えた理由。あと、iMac の今のこれ使っているスペックですね。詳細、これはどういったものなのかっていうのをシェアします。で、その後に、もう実際2週間ぐらい使っているので、そう、どういう用途で使っているのか、で、実際使ってみてどうかっていうその感想だったりっていうのを紹介させてもらおうと思います。僕がこの iMac を使う前っていうのは、iPad Pro 11インチを使っていました。2018年モデルですね。で、それを買いました。メインマシンとして使いますってやったのが、この動画を撮影しているだいたい1ヶ月半ぐらい前だったと思います。僕が普段やっている仕事としては、誰かと連絡をしたり、あとは、この YouTube の動画を編集したり、あとは、税理士さんとのファイルややり取りをしたり、あとは輸出のその代行業者さんとその PDF ファイルのやり取りをしたりっていう、まあそれぐらいなんです。そう。で、それは iPad Pro でも十分できてました。本当にあれはもう軽くて、パワフルで、最高でしたね。そう。なんですけども、例えばこうやって日々の売上管理表っていうのをこう Excel シートにまとめているんですけども、これをですね iPad でやろうと思うとめちゃくちゃ大変なんですよ。できなくはないです。ちゃんとできるはできるんですけども、なんかちょっと不便だなっていうのはやっぱうすうす感じてましたし、それは否めなかったです。でもまあ軽さは正義ということでめちゃくちゃ軽かったので、まあ、そういったデメリットの部分は目がつぶれてたんです。でもやっぱこういうめんどくさい作業っていうのは徐々にやっぱやらなくなってくるので、そうだってこういうなんか財務管理とかっていうのも作業が滞っちゃってたんですよ。まあ別にそれは決め手じゃなかったんですけども、次の話がちょっと決め手になったかもしれないです。それは何かっていうと、普段こう身軽なセットアップでカバンの中に常にパソコンが入っていて、どこに行っても iPad Pro と一緒っていう風になるとですね、どうなるかっていうと、どこに行っても仕事ができちゃうわけなんで、どこに行っても仕事のことばっか考えちゃうんですよ。そう。なんか、まあ、いい面もあれば悪い面もあるっていうことだと思うんですけども、どこに行っても仕事ができちゃうからこそ、どこに行っても仕事のことばっか考えちゃうんです。沖縄にも行きましたし、台湾にも行きましたし、那須塩原っていうところにも行きましたし、長野の軽井沢にも行きましたし、岡山にも行きましたし、大阪、博多にも行きました。2019年はそれなりにいろんな場所に行かせてもらいました。そうで、例えば博多に行ったら、その博多でしかできないものだったり、博多でしか食べられないものっていうのはあるわけなんで、そういうものやっぱ堪能したいじゃないですか。沖縄に行ったらやっぱ綺麗な海をぼーっと眺めていたいですし、香川に行ったら香川のうどん美味しいねとか食べながら、その香川の土地のこうのんびりドライブやりたいじゃないですか。でも、iPad Pro があるんで、仕事ができちゃうんですよ。ってなった時に、やっぱこう、ついつい開いちゃって、仕事を始めちゃうんですね。そう、で、これはちょっと良くないなと思いました、僕は。そう、まあもちろん最初のうちは、あ、どこにいても仕事ができる、そんな身軽な仕事できてありがたいなって思ってたんですけども、でも、やっぱその土地に行ったらやっぱ、その土地のことを感じたいというか、ちょっと、ちょっとよくわかんないと思うんですけども、そう、そういうのを最近すごく感じ始めたんです。仕事だったり作業だったりっていうのはもう、ここで、このスペースでやるっていうふうに決めて、外に行った時は、人と会ったりとか、美味しいものを食べに行ったりとか、そういったものにフォーカスしようと思ったんです。じゃあもうここからパソコン移動させる必要はないなと思った時に、じゃあせっかく据え置きにするのであれば生産性を思いっきり上げようと思ったんです。なのでデスクトップ型のこの iMac に変えたっていう感じです。はい、それでは次にこちらのパソコンのスペックを紹介していきたいと思います。 iMac Retina 4K21.5 インチの2019年モデルです。プロセッサーは 3GB Core i5 で6コアですね。はい。で、メモリが 8GB メモリーで、グラフィックスが Radeon っていうんですかね、プロ 56X4GB
という感じになってます。ちょっとシリアル番号が見えちゃったところで、そこはモザイクで隠しておきます。ハードディスクの方が 1TB のフュージョンドライブという感じになってます。でこちらのパソコンにこのワイヤレスキーボードとワイヤレスマイクがありまして、でこの下の方かなりちょっと見栄えが悪いんですけども、 MacBook Pro 13インチから愛用しているこの USB Type-C のハブですね、いちいち後ろに挿すのがめんどくさいので、そうこうやって伸ばしてここに基本的に SD カードだったり USB だったり挿すようにしています。でその下にあるのが、これは 1TB の格薄ハードディスクです。はい、格薄ってやつなんですけども、こちらのハードディスクをずっと差しっぱなしにしているっていう状況ですね。なのでここちょっと見た目が結構悪いんですけども、一応こういう感じの環境になってます。であとですね、あのデスクトップは相変わらずミニマルな感じです。で iMac を使ってるわけなんですけども、そのやっていることは前と変わらないんです。コミュニティの人と連絡をしたり、税理士さんとやり取りをしたり、動画編集してアップロードしたり、あとはなんかちょっとネットサーフィンとか、 MacBook Pro も iPad でもこの iMac でもやってることはもう変わりません。そう、じゃあそれをやりながら iMac で良かったなと思うこと3つ、あとはちょっと iMac でも感じるデメリット、もちろんいいところもあれば悪いところもあると思いますんで、そういう iMac での感じたデメリットっていうのを1つだけシェアしてみたいと思います。まずメリット一つ目なんですけども、何でもできますね。まあこれ当たり前すぎちゃ当たり前なんですけども、僕の場合ですと税理士さんとやり取りをするために日々財務管理っていうのをやってるんです。 Excel にこう数字をまとめて、それを会計ソフトに打ち込むとかですね、まあそういうところもやってるんです。でそれのスピードがですね、もう早い、もうマウスありがとうみたいな感じですね。で二つ目に、その姿勢が良くなったっていうのがあるんです。で、MacBook Pro だったり iPad を使っている時っていうのは、どうしてもこう置いた時ですね、視線がこう下に下すぎに行きすぎるんですね。なのでその肩が凝っちゃったり、腰が痛くなっちゃったりとか、目が疲れたりとか、やっぱ疲れがかかったんですけど、でも久々ぶりにこういうデスクトップを使い始めて、もう 目線がもうここダイレクトなので、すごい姿勢が良くなりました。やっぱ姿勢が良くなると集中力が変わってきます。姿勢が良くなるっていうのはものすごくメリットだなと思います。と、まあ、iPad Pro だったり MacBook もこうやって上げることもできるんですけども、ただデフォルトの状態でやっぱ画面が見やすいですし、姿勢も良くなるっていうので、やっぱデスクトップは本当にまあすごいなって思いました。で3つ目、これは iMac のメリットというよりかは iPad Pro から iMac に変えて良かったことになると思います。で何かっていうと、アプリが落ちなくなったっていうことなんです。やっぱそのプロセッサーの安定感っていう感じですかね。そう、で iPad Pro は落ちないじゃないですか、十分スペックはモンスターですよっていうふうに思うと思います。で僕も最初はそう思ってたんです。 iPad Pro も十分モンスターマシンだったから、アプリもサクサク動くだろうっていうふうに思ってたんです。でも実際動画編集をするときは止まりましたし、めっちゃ落ちました。いくら iPad Pro がモンスターマシンであっても、ちゃんとそれをフル活用できるソフト、アプリがないと、じゃ意味がなくなっちゃうみたいな、そういう感じらしいんですよ、簡単に言うと。この iMac にしてからは、もうそういうのは一切ないですね。もう落ちることもないですし、まあ多少止まるところもあるんですけども、でも10秒待ったらちゃんと復活してくれたりとかですね、もうやっぱ作業が止まらないし、はかどるしっていう、めちゃくちゃいいです。もう本当仕事はかどってます。じゃあ次に iMac を使って感じたデメリットなんですけども、まあこれは本当無理くりですね。いい面もあったらちゃんと悪い面も提示していくっていうのが、まあ、素直なところだと思うので、じゃあこのデメリット何かって言われたら、まあその高さ調節ができないっていう、それぐらいです、本当に。個人的なあれですけども、画面をもうちょっとしたあと5センチぐらい下に下がってくれたら、すごくやりやすいなっていうのはあるんですけども、ただそういう高さ調節ができないっていうのが、まあ唯一の感じたデメリットではないですね。まあちょっとやりづらいっていう感じですけども。まあでも全然それは許容できるので、はい、OK です。この動画では iMac いいよ、iMac おすすめだよっていう動画ではなくて、まあ仕事道具を iMac に切り替えましたと。これからはこのスペースで仕事をすると。で、外に行くときは外でしかできない撮影をゆっくり楽しんだりとか、あとは人にちゃんとこう集中して向き合ったりとか、そう仕事のことを忘れて遊んだりとか、
そう、そういったことをやる、そのメリハリをつけるために iMac に変えたんですっていう、まあそういうメッセージになります。そしてこれからは仕事だったりなんか活動だったりっていうのはもう全部このスペースだけでやって、でこれから外に出た時は撮影を楽しんだりとか、あとはメントレ、カフェでメントレしたりとか、あと人に集中して会ったりとか、そういったところでちゃんとメリハリをつけていこうっていう感じです。はい、それをちょっとシェアしましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、この iMac についてのことだけじゃなくて、他のこう仕事面だったりとか、まあそういったこうライフスタイル的なところでもちょっとでも参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで今回は以上ですね。ちょっと短い簡単な動画になったと思うんですけども、この iMac を買いました、iMac に切り替えましたっていうお話でした。はい、今回の動画をご覧いただきありがとうございました。で、iPad Pro をプロペラ機だとします。小型プロペラ機でもうどこでも身軽に行けちゃうよ、スイスイ行けちゃうよ、機動力抜群だよっていう感じだとすると、この iMac はジャンボ旅客機のファーストクラスっていう感じです。もう快適、ゆったり、安定感みたいな、そういうのが iMac だと思います。なのでちょっと仕事のその負担というか責任というか、そのやることがちょっとずつ大きくなってきましたので、それに対応するためにこれから2020年はですね iMac と共に歩んでいこうと思います。